お、ネズミを買ったようじゃな。おう、やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。これは芦名流じゃ。流派という手も堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。さあもうお行き。ババが何を語ろうが戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。
お主、太郎兵に呪いを着せたそうじゃな。ああ、あやつめ、うずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だが、その会はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。死者があるところ、また供養集あり。汚れとて、我らばかりは見捨てまい。さあ、ご供養して生きなされ。死者があるいずこへ。ご供養いかがかね。
死者たちにご冥福あれ。あなたはこのような場所に何用ですか？ああ、もしや忍びのお方でしょうか？そうだ。やはりそうですか。あの任を請け負っていただけるとか。私は道場、落ち水の施術の支度を任されております。早速ですが、忍びのお方、師匠から預かった文をお渡ししましょう。司祭はこちらに。No!
上。うお前か。不覚を取った。このわしも老いたものだ。手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。だがこの日の出じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ。命落としてお守りするのじゃ。父上。左手へ出て崖沿いに進む。霊園から回り込めば抜け道がある。お任せください、父上。恐ろしい。もう呆れて止まらぬ。若様がお屋敷の奥におられる。はぐれ忍びよ、若様をお救いしてくれ。
様のこの先へ行くのはやめておけ。恐ろしき剣術よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。Thank you.
なれどの。武士殿、あいにくと竜がいごときで。狼殿、よく参られました。かつてアシナに竜害が広まったことがあったといいます。その時は治すことがかなわず、助かる者はなかったそうです。そうか。我が師道元の杭、わずかでも晴らせた。では